次は、自分のドーナツを確認する練習をしていきたいと思います。ドーナツというのはですね、普通に歩いている時というのは特に意識しなくても足がこう勝手に自分が行きたいなと思う方向に行ったら勝手に足が出てくると思います。で、今度は、めちゃめちゃ小股歩きで歩いてみたいと思います。小股歩きで歩くと足は出てこなくて出さないとなかなか動けません。ただ、こっちか、だんだん歩幅を広げていくと勝手にこうスッと足が出てくるエリアがあると思います。で、反対に大股歩きをすると体は勝手にこういうふうに出て、またこれまた自然に足は出てきますが、足だけこうやって出しすぎるとまた、足を出さないと動けなくなってくると思います。で、その時に、足を動かさないと、次の足が出てこないエリア、最初空洞があって、そのもうちょっと先に、浮き輪のようなドーナツのようなものが、勝手に足が出てくるエリアがあって、またその外側には足を出さないと動けないエリアがあって、その勝手に足が出てくるエリアを、僕はドーナツと呼んでいます。なので自分の体を運んだら、どれぐらい運んだら勝手に足が出続けてきてくれるのか、これぐらいだと足出さなきゃいけないな、あ、これぐらいだったら足は勝手に出るな、足は勝手に出るなっていうエリアをちょっといろいろ動いてみて探してみてください。続いては、ニョキップを紹介したいと思います。ニョキップは全身を連動させて、動くスキップのようなものです。スキップのようにこう足を上げて動くような、足から動くようになると片足立ちになるので、この体を足で押さないと動けないようなシーンが、ミスしてるシーンとか力が入ってしまうシーンって多いと思うので、足から動かないように体が動いたら勝手に足が出てくると、さっきドーナツの確認でお伝えしましたが、その中で全身を連動して動くようにするためにニョキップを練習しています。例えば足から行くと体がのけぞったりしてしまうので、自分の体を勝手に足が出てくるドーナツの位置に持って行って、それを拾う、横方向も拾う、こういうような地面をなるべく蹴らないように動くためにニョキップっていうのを練習しています。スキップやニョキップの練習をしているときに、ゆっくり動く分には問題ないんですけれども、早く動こうとするとどうしても力んでしまったり力が入ってしまう、選手が多いように見られます。例えばこういう感じです。スキップを早くしよう、みたいなっていう風に、どうしても歯を食いしばるような力んでやってしまう、選手が多かったりするので、なるべくリラックスをして全身で同じような距離感を同じスピードで動くときもリラックスすると、ニョキップの方がスムーズに動けたりするので、練習してみてください。